iPhone を長く使いたい人、この5つの設計やってる。1つ目は設計、 Siri と検索、 Apple からの提案を4つともオフにしましょう。すでに提案しようとしてバッテリーを消費しています。2つ目は設定、一般、アプリのバックグラウンド更新、一番上は Wi-Fi にしておいて、あまり使ってないアプリはオフにしておきましょう。ちなみに設定、バッテリーからどのアプリがバッテリーをよく使っているかがわかります。あまり使ってないアプリがバックグラウンド処理となっていたら、さっきの設定でオフにしましょう。3つ目は設定、通知、必要のないアプリの通知はオフにして不要な消費を抑えましょう。4つ目設定、プライバシーとセキュリティ、位置情報サービス、マップや探すアプリなど位置情報が必要なアプリ以外は必要な時だけオンにするのがおすすめです。最後5つ目はコントロールセンター。バッテリーの節約には低電力モードとダークモードは効果的です。簡単に設定できるように入れておきましょう。設定のやり方は設定からコントロールセンター、追加や削除をしたいときはタップすればすぐに移動できます。簡単なので設定しておいてね。